2人ともですね、今度真打ちになるんですが、ただの真打ちじゃないんですよ、これは抜擢真打ちなんでございます。おめでとうございます。お年寄りなんかアドバイス。そうですね、出る杭は打たれるから、もう強く、あの、打たれて強くなんなさいっていうお言葉をいただいて、それをこう師匠がおそらく本当にそうしてあのやってこられたんだろうなというのを、もうその言葉からすごく感じられたので、私も強くありたいなと思いました。そうだね、